国際連合本部ビル、国際連合本部ビル、国際連合本部ビル、とは、国際連合の本部が入る、ビル群。アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市にある。マンハッタンの東辺に位置し、その敷地は、西は一番街、東はイースト側、北は四十八丁目東、南は四十二丁目東に囲まれている。主に、地上三十九階。 地下3階建ての事務局ビルのほか、総会会議場、理事会会議場、図書館からなる。国際連合は、第二次世界大戦終結から1ヶ月半後、1945年10月24日に発足したが、アメリカ合衆国議会は、同年12月10日、国連本部を同国に誘致することを全会一致で決めた。その他の加盟国も誘致活動を行ったが、 1946年2月10日から同月14日にかけてロンドンで行われた第1回国連総会第一部は2月14日の決議で国連本部はニューヨーク近郊のニューヨーク州ウエストチェスター軍及びまたはコネチカット州フェアフィールド軍に置かれるものとするとした。しかしフランスイギリスオランダは当初国連本部をアメリカに置くことに反対していた。 ニューヨークが選ばれたのも、各国国連代表部の暗号講電、訓練をアメリカが登聴するのに都合が寄ったからだと言われている、ウクサ協定歴史。1946年後半、国連の立地選定のための特別委員会が、フィラデルフィア、ボストン、サンフランシスコなどの候補地を視察したが、第一候補地は、ニューヨークの北方と決まった。当初は、 人口密度の高いマンハッタンは考慮されていなかったのである。ところが、ジョン・ロック・フェラー2世が、同年12月になって、ユダヤ系アメリカ人の不動産業者が所有する、現在の場所を購入す、る、費用850万ドルの提供を申し出たことにより、同月14日、ニューヨーク・クイーンズク・フラッシングで開かれていた第1回国連総会、第2部で、前の決議を変更して、道土地を、 国連本部の場所とすることが決議された。国際連合は本部ビルの建設にあたってコンペを実施するのではなく各国の一流の建築家を集めて共同チームを結成することとした。アメリカの建築家が計画責任者に指名され加盟国の推薦により設計委員会が選定された。設計委員会のメンバーにはソ連の N.D. バソフ、ベルギーのガストン・ブルンファウト、 カナダのフランスのルコルビュージエ、中華民国の漁師姓、スウェーデンのスベン・マルケリウス、ブラジルのオスカー・ニー・マイヤー、イギリスのハワード・ロバートソン、オーストラリアのジン・エ・ソイ・リュウ、ウルグアイのがナを連ねた。ハリソンと設計委員会のメンバーは、1947年からロックフェラーセンターのオフィスで設計作業を開始し、約50の基本デザインを作成、検討した。敷地は、 比較的手狭であったので、を構想化する必要があったが、これを42番ストリート沿いの公共交通機関からのアクセスを考慮して、敷地南側に配置した。なお、南北に長い向きとなったのは、見栄えの配慮もあるが、東西に長くすると、敷地全体への日照を妨げるためでもあった。国連本部は、ニューヨークの建築法規に法的に拘束されないが、防火基準など、 基本的な点においては、ニューヨーク市の条例に沿った設計となっている。当初の建築予算は、約8,500万ドルだったが、トリグブリー事務総長の指示により、2,000万ドル予算をカットすることとなり、事務局ビルは45階建てから39階建てとし、会議室スペースも減らし、図書館には既存の建物を利用することとした。こうして、百四十七年十一月二十日、 総会で予算6500万ドルの国連本部建設計画が承認され、その資金全額につきアメリカ合衆国政府から無利息で貸し付けを受けることとなった。こうして予定地の居住者の立ち退きや建物の取り壊しなどが始まった。1949年1月、ニューヨークの4大建設業者の合弁事業との間で建設受け負い契約が交わされ、 同年10月24日の国連デーに、アメリカのトルーマン大統領立ち会いのもと、リー事務総長によって、提訴式が行われた。祖席には、国際連合の名称が、当時の語公用語である英語、フランス語、ロシ語、中国語、スペイン語で、また日付が、ローマ数字で刻まれ、金属製の提訴箱には、国際連合憲章、世界人権宣言等の文書が入れられ、 事務総長と計画責任者ハリソンによって封印がされ、国連本部の敷地の南端、図書館ビルの東側の地下に据えられた。1950年8月21日、事務局職員がオフィスに入居を開始したが、すべての建物が完成したのは、1952年のことだった。その後、1961年にが完成した。また加盟国の増加により、 内装も変更が必要となった。設計当初は70カ国までの増加を想定していたが、完成から3年後の1955年にはすでにこれを超えてしまったた。1964年に300万ドルをかけて大改装を行い、機上スペースを拡張するとともに126カ国まで対応可能なスペースを作った。1976年には1500万ドルの予算で、 総会議場その他の会議場を拡張する改めが総会で承認され、1980年9月に完成した。1981年6月には総会議場の北側に広がる芝地の地下に文書副写センターが公費2560万ドルをかけて建設され、翌年には事務局ビルの南東側、イースト側を見下ろす場所にカフェテリア、 会議室等を設けた2階建ての建物が870万ドルをかけて建設された。国際連合総会が開催される総会議場の建物は敷地のほぼ中央に位置し、縦380フィート、約116メートル、横160フィート、約49メートルで、側面が大面状になっている。屋根には内部に明かりを取り入れる浅い円形ドームがある。 議場ホールは奥行き165フィート、約50メートル、幅115フィート、約35メートル、天井までの高さ75フィート、約23メートル、2階から4階にかけてを占めている。議場には1321席が設けられ、各加盟国に6席ずつ、代表者3名及びその後ろに補助者3名与えて、192の全加盟国の代表団を収容できる。 3階には代表団補助者、専門機関の代表者、その他の上級職員のために244席が用意され、その上のバルコニーには記者席53席と一般傍聴席280席が設けられている。以上の1898席すべてにイヤフォンがあり、議場での発言、またはその英語、フランス語、ロシア語、中国語、 スペイン語、アラビア語の6公用語による同時通訳を聞くことができる。通訳人はホールを見下ろすガラスのブースに座っている。演壇の後方には各国の投票結果を示す巨大なパネルが置かれており、各国代表団は座席の緑、赤、黄色のボタンを押すことによって賛成、反対、危険の投票をすることができる。ここで初めて国連総会が開かれたのは、 1952年10月14日からの第7回通常会期だった。下の2つの木座橋には代表団用623席、プレス用44席、一般傍聴者用166席がある会議場がある。また、一般来客が利用できる公共スペースには国連ブックショップ、国連切手の販売カウンター、ギフトセンター、土産物店、 コーヒーショップなどが入っている。理事会議場の建物は、総会議場及び事務局ビルの東側に位置し、イースト川沿いを走る高速道路、FDR ドライブの上を覆うように張り出した型持ち、両構造になっている。理事会議場ビルを介して、総会議場ビルと事務局ビルがつながっている。2階と3階に、安全保障理事会、信託統治理事会、 1994年のパラオ独立により、任務が当面不要になったとして、活動停止、経済社会理事会の3つの議場が設けられ、それぞれ幅72フィート、約22メートル、奥行き135フィート、約41メートル、高さ24フィート、約7.3メートルである。最上階、4階にはダイニングルーム、スタッフ用のカフェなどがある。 安全保障理事会の議場は、ノルウェーノが設計したもので、一般傍聴席164席とプレス用118席が設けられている。その隣にある新宅統治理事会の議場は、デンマークのフィンユールが設計したもの、一般傍聴席164席とプレス用30席を備える。この部屋は、総会の主要委員会によっても使われている。経済社会理事会は、 新宅統治理事会議場と代表団北ラウンジとの間にあり、スウェーデンのスベン・マルケリウスの設計によるもので、1973年の理事国倍増に伴い1974年改装された一般傍聴席336席とプレス用40席を備える。2階には経済社会理事会議場の北隣に代表団用ラウンジがあり、 安全保障理事会議場の南隣にも小さいラウンジがある。下の木座橋には3つの大会議室、それぞれ幅72フィート、奥行き135フィート、高さ18フィートがあり、第1、第2会議室は代表団用498席、プレス用36席、一般傍聴席144席が、また、第3会議室は代表団用548席、 プレス用48席、一般傍聴席180席がある。は39階建ての全高505フィート、154メートルである。1952年に竣工した。このビルには、国連事務総長の、およびの事務次長、および総会および理事会管理部のオフィスが入っている。は、敷地の南西宮にあり、事務局ビルとつながっている。 1961年国連チャーター機墜落事故で殉職した時の国際連合事務総長ダグハマーショルドを記念して同年11月16日に彼の名前を冠して完成した建設資金には報道財団から660万ドルの提供を受けたウォレス・ハリソンの会社エイブラモビッツハリスが設計を担当し幅84フィート約26メートル 奥行き219フィート、約67メートル、地上3階、地下3階建てとなっている。図書館には、およそ40万巻の書籍のほか、数百万点の国連文書が収蔵されている。地図部門には、8万点以上の地図と1500冊の地図帳がある。定期観光物書庫には1万点以上の政府、公式観光物と4000点以上の 非公式定期観光物を置いている。その他、330市以上の日韓市と225点以上の加盟国のガバメントが Z、官邦日本国官邦アメリカ連邦官邦欧州連合官邦ドイツ連邦官邦ベルギー官邦その他が置かれている。国連本部の西側正面には、500フィート、約152メートル以上にわたって192、 加盟国の国旗が並んでいる。英語表記のアルファベット順に並んでおり、48番ストリートのアフガニスタンに始まり、42丁目のジンバブエまで続いている。事務局ビルの西側、総会議場ビルと図書館に囲まれた広場には、アメリカの子供たちからの寄付5万米ドルで作れた噴水池がある。1964年、ハマーショルド事務総長を記念したブロンズ彫刻が、 噴水池の旗に建てられた。この中小彫刻は、イギリスの芸術家、バーバラ・ヘップワースによる、シングルフォーという題名の作品である。また、事務局ビルの北側広場には、ヘンリー・ムーア作のブロンズ彫刻、リクライニングフィギュア、ハンドが置かれている。理事会議場ビルの西側、事務局ビルと総会議場ビルに挟まれたスペースには、日本国際連合協会から寄贈された。 平和の鐘が置かれている。これは、六十カ国の子供たちが集めた高貨から鋳造されたもので、神社を模した糸杉製の日本風建築物に収められている。年に二回、春分の日と九月の総会開幕日に、この鐘を鳴らすのが慣例である。敷地内の庭園にはバラ、桜、カエデバスズカケノキ、水仙、散差し、もみじわ風、プラタナスなど、 数々の樹木や花々が植えられており、緑が広がっている。敷地は国際連合の所有。国際連合の特権及び免除に関する条約、国連特権免除条約により、国連の構内は不可侵とされており、二条三項、連邦捜査官やニューヨーク市警察などは事務総長の道がなければ立ち入ることができない。ただし、アメリカ政府との合意により、 同国の法による逮捕を免れようとしている者、同国政府により他国への送還が要請されている者、また法手続きの執行を免れようとしている者の,の避難場所として使用することはできないことになっている。校内は国際連合安全保安局によって秩序維持がなされ、独自の消防隊、警察、郵便局、国連切手を発行が備えられている。 国際連合ビルの利用者は大きく4つに分けられる。一つは加盟国、現193カ国からの代表団であり、国連総会には毎年5000人以上の外交官等が送られる。次に事務局職員であり、世界の約7500人のうち約4900人がニューヨークで働いている。第三に、訪問客は年平均70万人。 そして最後にジャーナリストであり、常駐しているのは3600強、主要な会議の際には1万人以上が訪れる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。